うわどうもー、はじめきょうしょうです。まぁ、あ、久しぶりの動画になるかな。はい、えー、まあね、今時期キャラ作りしておりますーってあ。ちょ、ちょ、ちょっと待ってるな。な、な、な。待ってくれよ。なんか、いろいろ見えちゃうけど、いいや。<っ>全身像が見えないよ。まぁ、あ、いいや。まぁ、あ、いいや。まぁ、あ、上半身でね、トークしていきましょう。はい、ということで、まぁ、あまあ、まぁ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 、話すこと一つだけありますということで、<coughs> ね、何でお前はってね担任の先生かみたいな話すこと一つだけありますちょっとかっこつけてる担任の先生みたいな感じですけどもなんだそれ感じですけどもなんだそれ感じですけどもなんだそれということで YouTube がなんかねパートナープログラムとかでなんか収益ややこしくなっとんだとややこしくなってるぞと。 まあまあまあそのなんかまあね、まあ、まあねようやくするとねチャンネル登録者1000人以下と、えー、1年間の、えー、総再生時間4000時間以下の人にはあ、お金あげまへんっていねはいということでね両方に引っかかってる男でーすやられたわまあねまあちゃんこ来てね、まあ、キャラ作りのためだからちゃんこはまあそういうこと熱いの なこれということでねメガネあメガネ汚い <laughs> あ、そういうことだ俺はお金受け取れなくなっちゃったやっちゃったもう俺が何かするわけでもないけどまあ俺も YouTube 始めた時にそのいろいろ広告設定とかいろいろしたんですよいろいろね契約なか YouTube パートログラムとかでも1人で やったんす,よすごくないですかってことでね、まあ、自慢ですけども、一人でやって、ようやくできた2ヶ月後くらいにチャンネル登録者じゃなくて、総再生回数1万回以下のチャンネルにはお金あげますようにって言わて、そんなーってなって、まあ今年の11月か10月、まあ覚えてないけど、もう忘れた、<laughs> まあ11月かな、9月か、それくらいに、やったチャンネル登録、チャンネル再生回数1万回いってやったよみんな、やったやったやった,やっ,たって感じで、まあ動画撮ったんす。そして、 まあ12月なんかコ小瀬さんに人拾ってもらって今はねいろんな人が見てくれてるっていう状況なんですけどもはいまあそんだけですねで最近みんなが見てくれてるおかげであのまあその収益をもらえるにもある程度何円からっていうのがあっててまあその何円からって具体的なもので言うと YouTube 様からおし置きをお叱りでしたねおし置きって YouTube 執行人の田辺だ死にたまえみたいな感じでやられるのかな なんだけど死にたまえって、ね、こうまさかりみたいなでゴーンってやられて恐ろしい時代ですわ、まあ、そんなことないけどねまあまあまあお叱りを受けるんで、まあ、お叱りって言っても単純に広告差し止めみたいなまあそういうね具体的なことを言うとね怒られちゃうんですよねまあそういうことですまあででもある程度その上限額っていうかそのもらえるお金にもある程度たまんないとあげへんでって 言ってくるんですよエセ関西弁許して関西弁に送ってる人がいるかもしれないけどそのあの関西弁っていうのがあなたたちのものじゃないんでね関西のものなんで、まあ、関西のものなのか,かっていうと日本のものでもありますし言うならば地球のものでもあるそして太陽系のものでもあるしぶっ飛んで宇宙のものでもあるんですよそれはね関西弁っていうのはみんなのものなんですよそれでねイントネーションがうざいとか言ってくるねでそもダメですよ

っっって言っててて言口で止めてるっていうね <laughs> まあ何が言いたかったんだまあそのまあまあ何円まあ1円からもらえねえあげねえぞってことね何円からまああ,あ,あげますよってのがあってやっとそのねお支払い金額まで「やった行ったぞ!」って言って盛り上がってた矢先の話だよこれ。なあなよこれっていうことでまあもうほんと絶対俺をね 明らかに俺潰しに来てるじゃん、YouTube。よしはいはじまがお支払い金額達成したんで、はいはい、新しいの出しまーすみたいな感じで。絶対 YouTube さんも俺のことずっと見てんじゃん。監視してんじゃんって。思うわ、マジで。あ、まあ髪の毛切ったんですけどね。ここブイーンってやってね、もう光にしたらなんか変なね、もうキノコ部屋になってね。このね、北のあの人ではないな。北のあの人のお風呂上がりみたいな感じになっちゃったけど。 これは風呂上がりじゃねえぞなんか,かが乗ってそうだよねちびたかが <laughs> まあということでまあ、いろいろありましてまあ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 、まあ、動画上げてない理由ってねあの単純に動画上げる気にならなかった動画ネタがないネタがないからって言って俺ら募集するわけじゃねえんだ残念ながらなまあ、ちょっと前にメントスコーラーやりましょうよって言われたんですけどやりませんそれすごいね顔がくくくくく やりませんって証明をね。これはちょっと証明ないんでもう、ね。証明なんて買う金はうちにはないんだよということで。まあ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 。話すことねえわ。うん、まあね。あんま動画撮りたくないんだよね。いや、その動画撮りたくないっていうのは単純にモチベーションとかじゃなくて。 だなんとなく取りたくないって言いながら今ズボン抜いてるんですけどねあやばいやばコンセントでかかっちゃうまあいいや違うんで今ねご飯いっぱい食った後だからさそりゃな 今もね、ご視聴いただきありがとうございました。はじめさんの、ね、体調がね、優れないということでね、今日の今回の放送はね、今、まあ、ここまでとなりますというのを本当に今来てくれたこと、本当に申し訳ございません。ということでね、次回の放送でやましあのー、ね、あのー、忘れ物とかないようにね、はい、お願いしますということでね、えー、ねあのー、来週の時間にも、来週のこの時間にもこの放送やってますし、そのもね、あのー、19日も、えー、放送やってます。 ええー、お時間あれば、ぜひ来てみてくださいということでね。ね間違いのね、あのー、おとだいましょう。はい、はい、お気をつけてください。あ、お気をつけてくださーい。ね、ありがとうございましたー。なんだこれ。止めの。止めの。なんだ。なんか芸人。 ネタみたいな動きやめろということで、ね、止める方とでもったでしょなんかありがとうございましたみたいな司会の人がねあのー、見てくれた人をねぎらうっていうのかなあお気をつけてくださいってねおするものなくみたいな感じで、ね、ありがとうございましたーって,言ってでなんでこんなにって言っててやめてるのこれ普通の YouTuber これ普通の YouTuber 俺 YouTuber ここでやめないんだこういうの「だ」ってってもう一瞬なんか首がちょっとね コリコリ言ってます首がねコリコリ言ってますなんだそれなんだソルなんかセルの声優の人が言いそうで言わないセリフですねなんだソル言わないなよし太陽のエネルギーまあ電光灯なんですけどジュース飲みすぎて おなかがたぶんだよぶんだよどうしてくれんだよということで。ということでね。ま、最近買ったものでも紹介しますか。ドドンこれ普通の一部だったら何かわかんねえだろって言うでしょ。いわないはいはい孫の手です。こね、高い孫の手で高級孫の手っていうね。鬼の孫の手っていうのを買いました。 あ、痛いでででで痛い痛い痛い頭にできてるで、キモさっちゃった、痛い痛い痛いなんだこの会話はお腹がチャプンチャプンだよお腹はチャプンチャプンだよどうしてくれんだよということでね、スレンダートーンあー気持ちいい、あ気持ちいいあ、あ、あ、T シャツ T シャツの上から背中隠すスタイル 背中汚いんで見せませんけどもうわすごっ今怖なんか C 級ホラー映画に出てくる怖い顔原大根もねなるとねブルル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  フンフンフンネグ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 汚い口元ずすね <laughs> <insan> まあねデブと不潔が混ざったら何が起きるか地獄でございます髪型すげえな<そこ>昨日つけたワックスがまだついてるんでね 風呂入んなきゃやばいよー髪ガビガビになっちゃうよ髪質ボンロンボンロンになっちゃうよどうしてくれてああ口元汚いやっぱねパソコンの 1080p とスマホの 1080p じゃ全然違うよな

動ききををしししながら、えー、踊るる人のモノマネをしていろうですということでね皆さん本当ね今日の放送もありがとうございましたやっぱりその、まあ、1月っていうのはねあのー、その季節で一番肩が凝りやすい時期でもありまして、まあ、何で肩が凝りやすいかっていうとね寒いとねこうやってこうなっちゃうじゃないですかでキュッてこうなっちゃうじゃないですかでそれでね肩が凝ってしまうと。 肩こりっていうのは万病のことですから皆さんも気をつけてくださいあ今ねインフルエンザで寝込んでる方も僕の動画見るのをやめてポっカリ飲んでくださいアクエリルでもいいですようん本当にね体調気をつけてねやっぱりそのもう体もう、ね、健康じゃなかったら何もできないですからねほんとあもう皆さんもね体調をね測らってうんデルデル,ル,ルってね本当に気をつけてねあのください本当に、ね、もう今インフルエンザ流行してますよね、まあ、やっぱ 本当だ、まあ辛い方で今寝込んでる方もいるでしょう、学級閉鎖でね、の方法でしてる人もいるでしょう、それでもいいんです。皆さん休んでください。今休む時期なんです。休む運命なんです。というの皆さんもね、あのー、まあ、あ本当によろしく。何言ってんだこれは素晴らしいわーいわ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 。 まあさっきねく記憶力を維持するガム食ったんですよめっちゃまずかった吐いたうんなんか俺はやっぱ美食家だからさやばくない髪がこうやってるとね俺の汚い脇が見えるからね俺の脇は汚ねえぜなんでかってここにはねここ脇がダークサイドなんですよ、うん、ここにねシスの暗黒鏡ここにドゥーク伯爵がいるんでまあ、脇は汚いですはい きり丸でー <laughs> 今を生きるよびあそうだあのなんかねまあその長時間動画上げることになるんじゃないかって底辺 YouTuber の皆さんがなんかその、まあ、新しい YouTube の契約によって動画投稿時間が長くなるんじゃないかって言ってる皆さん今も 14分ですけど、これ単純に俺がなんか、適当になんか、も、ま、う、あ、適当にダラーンってしてる動画なんで、あのー、長くなるのかなわかんないな。まあ、その長くするつもりはないけど、長くなることは多いかもしれない。その時許してみんな、許して許して。許して。許して、許して。顔がすごいよ。 モグラが通ります帰りまーすモグラが通ります帰りますあ、もうやめるわはい、ということでねご視聴ありがとうございましたありがとうございました